FM 議論から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。10月26日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜の後でございます。はい はい、今週もね、県内のサッカー情報をいろいろおしゃべりしていきたいと思いますのでね、皆さんぜひ、よろしくお願いいたします。はい、先週に引き続き今週も AC クレアの代表ヨヘナさんに来ていただいています。どうもこんばんは。こんばんは。大丈夫、入ってる？俺の声入ってるか？入ってるな。大丈夫ですかね。毎回ね、放送事故満載ですからね。また今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、もうね、今日もいろいろお話ししたいことがいっぱいありますので、サクサク進めていきましょう。はい、はい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうは、サッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになれなあ。あなたの専属トレーナーになります、エフラボ接骨院、真心ビビでご提供、居酒屋マジュン、氾濫注意のハンバーガーショップ、チムフガス、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週もですね、県内のサッカー情報というお題でね、ゆるく進めていきたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、いっぱいさん、ちょっと今週もお話ししたいことがありますので、まず最初これからお話ししておきましょう。はい、第95回全国高校サッカー選手権の沖縄県予選が、はい、始まっていますけど、先週もちょっとお話ししましたが、はい、宜野湾市にねあります高校では、宜野湾高校と普天間高校が残っていたんですけど、宜野湾高校がですね、横津高校と、で普天間高校が宮古高校との試合がありました。うん、で共にですね、宜野湾も普天間も見事勝ちました。そうなんですよ、はい、よかったですね。宜野湾高校は8対0です、ね、だったかな。で普天間高校はですね、宮古高校相手に3対2で、うん、はい、競り勝って、共にねベスト4か、うんうん、に進んで、違うな、ベスト8か、ベスト8に進んでおります。はい、はい、よかったですね。宜野湾ダービーがちょっと実現されます。うん、次の土曜日に、はい、ちょっとね、もう今からちょっとテンションが上がって楽しみです。宜野湾市民としては、うん、とてもとても楽しみだなと思いますけどね。で、このもベスト8が決まりまして、今残ってるのがどこだったかな。前原高校と八重山が残ってるんだ、反対のブロックなんだけどね。で、一応のはん、もうもう反対のなんて言えばいいのかな、山の方で残ってるのが、那覇西と、次の試合は那覇西オロクトだったかな。うん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 、間違えてるかな。大丈夫ですか。あ、だめ、オロクだ、うん、オロクで、あとは知念高校と西原が残っていましたね。うん、はい、で、何年か前からさ、はい、実施してるらしいんですけど、はい、離島のチームが準々決勝まで行くと、はい、離島で開催されるっていうのが大会要項に載ってるんですよ。おっと、うん、で、八重山、そうなんですよ、八重山対前原高校の試合は施設八重山です。だから、素晴らしい。普天間高校がさ、全施設の試合を宮古高校と、はい、戦っていましたので、宮古高校が勝ち上がった場合は、宮古での開催だったんですよ。いいですね、この企画、ね、なんか大会要項をさ改めて読んでみたんですけど、はい、離島勢がこの準々決勝ベスト8まで残った場合は、はい、このその当該地区で、はい、うん、試合が行われますっていうのが、はいはい、もう大会要項に書かれてるんですよ、うん、完全アウェイに乗り込む感じですよね。でも面白いんじゃない、これいつからやってるのかなと思ったんだけど、はい、でもほらインターハイが離島で開催だったりっていうのはもちろん、はい、何年かに1回あったりはするんだけど、はい、そうですね、離島の人たちからしたらね、
毎回毎週毎週来ないといけないのでね、でそれをまたあのそうだよね、ある程度結果が出た時点で、はい、その場所で開催されるっていうのはとても画期的というか、いい、ね、あの、はい、今までアンフェアだったんだろうなって思うんだけどさ、すごいな、本当になんか面白いな、よくこんなこと考えるなと思うんだけど、まあ離島がそれだけ実力をつけてきているっていうことでもありますよね。そうですね、現状ですよね、はい、そういう現状があるんですよね、やっぱりね、うーん、面白いなって本当に思います。だから次節、はい、前原高校は、八重山高校と、はい、完全アウェーで、はい、いやもう島民みんなっていうか、まあ、サポーターというか、そうですね、本当に、うん、まあ、サッカーやってる人だけに限らずいろんな人が応援に来てくれるんでしょうね。それも逆にまた、はい、あの本島から出ていく選手にはいい経験になるんじゃないですか。本当本当本当に思う、はい、だからこんなのはね、なかなかね、経験できることではないのでね。そうですね、今回も当たる前原高校さんは、うん、ね、ワールドカップ予選に臨むような形でね、はい、そうですね、逆に楽しんでこればいいんじゃないでしょうか、ね、うん、面白いなと思うんですけどね、うん、ぜひこのもちろんね、前原高校もやっぱそうなんですけど、八重山高校にもね、はい、うん、頑張ってもらえたらなと思いますのでね、また今週の土曜日にこの各地での、準々決勝かがありますのでね、はい、また来週ここでお話できたらなと思いますので、準々決勝の方は、ですね、金の、うん、陸上競技場で行われる試合と、あとは西原陸上競技場で行われる試合がありますので、これはですね、ともに第1試合が10時で、第2試合が、午後1時、宜野湾高校と普天間高校の、準々決勝の方はですね、第2試合になっていますので、金陸上競技場にて、午後1時キックオフとなっていますのでね、宜野湾市民の皆さんももちろんそうなんですけど、はい、多くの、はい、高校サッカーファンの皆さん、各会場にね、ぜひ足を運んで見に行っていただけたらなと思います。八重山の試合がちょっと会場がね、ちょっとはっきりしていないので、またごめんなさい、ここでねお話もきっと決まってるはずなんだけど、自分がちょっと調べきれなかったので、あかんまあかんまかな。いやもうやってほしいですよ ね、 やってほしいですよね、代表レベルのね、合宿やってますからね、合宿も来ますしね、ちょっとね、また来週ここで結果をお話しするのがちょっと楽しみになってきました、はい、うん、コメントがねちょっと一つ来てますので、ノンナイウチナーさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、今夜も来ましたよって、もう先週もね、はい、ありがとうございます、ありがとうございますあの番組の最後にさ、先週ね、野内内奈さんからコメントがいくつか来てたんですけど、読めずに申し訳ありませんでした何この対応力のなさ申し訳ないで、あとね、県内の情報としてちょっといくつかお話ししたいことがあったので、そうなんですね、全国社会人サッカー選手権大会や、はい、全国大会が、先週金曜日からかなあってですね、沖縄県代表として九州大会を勝ち上がり、うん、九州代表としてこの全国大会に臨みました沖縄エスファー、はい、うん、残念ながらね、京都の代表、関西地区のね京都の代表との試合3対1でちょっと敗れてしまって、はい、うん、全国大会としてはこの全国大会の結果としては1回戦初戦でのねちょっと敗退になっております。うん、僕はちょっと現地にはねもちろんちょっと行けてないので、詳しい詳細はまだはっきり分からないんですけど、まあいろんな情報を見てみるとやっぱり全国の壁はねやっぱ高いのか、はい、うん、 SV がやっぱり、いつかはねぶち当たる壁なので、はい、これをねちょっと乗り越えてほしいですよねっていうようなコメントがやっぱり多く見られたので、うん、はい、まあ、結果3対1なので、まあそうですね、もう内容をやっぱり見てみないと何とも言えない部分あるんですけど、全国でねちょっとやっぱ結果を ね、はい、求めていくことで、これこの全国のこの社会人大会で、ある程度成績を残すと、はいはい、県リーグからね飛び級でまた今の県の3部リーグからまた飛び級で上がれる、そうですね、一部にね、はい、可能性もあったので、CGT さんもね、上がってましたし、ちょっとね、
残念な部分もあるんですけど、まあ、これだけね注目度もちょっと高く、皆さんがね見ていてくれてる部分もありますので、はい、まあ、でもさ言っても沖縄からねそういうチームがまた新しく出てきてるってことは、本当に大きな、ね、影響力が出てくるはずなのでね、また続けて応援していきたいと思いますね、はい、まあ、FC 琉球さんにとってもいいことだと思いますね。ね、本当そうよね、はい、先々週ぐらいかな、はい、琉球の試合もない週にさ、エスパーと琉球の練習試合が、はい、うん、でこれだったかな、西原陸上だったかな、 ありましたね、はい、うん、でその後やっぱり練習試合しましたよ、何対何で誰が点取ってますよっていう結果はいろんな、まあ、はい、FC 琉球の方も出てたし、エスパーの方の、公式のねツイッターだったりっていうのも出てたんだけど、はい、ファンのすいません、ファン、あ、俺何の情報見たのかな、琉球の、はい、正ゴールキーパーさんと、はい、エスパーのゴールキーパーさんが、はい、この試合後に、うん、うん、お互いでさこの壁の作り方であったりフリーキックの対応の仕方っていう練習をやってたんだって、はい、うん、こんなのがね、いいですね、やっぱりミックスアップになりますからね、そうですよね、うん、まあ、切磋琢磨って本当にそういうことなのかなって思うんですけど、はい、うん、こんなのがやっぱりねとってもいいなって思う、そうですね、うん、一コマですのでね、ぜひ本当にね、FC 琉球はもちろんね、簡単に背中をつかましちゃいけないので早くね、はい、J2、J1 目指してもらって、はい、エスパーはその背中をね早く追いかける形でね、うん、僕らも早めにまたダービーも見たいですしね、そうですね、うん、頑張ってほしいなと思いますよ、はい、皆さんもぜひ応援よろしくお願いいたしますね、はい、相変わらず時間の配分ができていないのでこの辺で一旦 CM 行きたいと思います、はい、はいはい、今週もですね沖縄県のサッカー情報をお届けしております。はい、野田一郎さんからも、はい、またコメントが、今日のスポーツ新聞サッカー面をチェックしていたら爆買いでおなじみの中国リーグが有名選手を侮辱中とのこと、その中には本田選手と長友選手が、うーん、はたまたルニーの名前まで中国行くかな、行かないんじゃないですかこれはどうもね、欧州のビッグクラブの大物スター選手は、不調が長引くとマスメディアから中国リーグまたはアメリカのねメジャーリーグサッカーにっていう移籍話がよく出てきますよねっていうコメントが、はい、うん、来てますね。いやアメリカはまだいいんじゃないですか、アメリカはだいぶ上がってますね、アメリカはもう本当に昔の J リーグみたいな感じじゃないですか今。ただですね皆さん、よく分かっていない方が多いんですけど、はい、実はですね世界でサッカー人口1位は米田さんどこだと思います？アメリカじゃないですか。登録数でさ一番多いのはインドなんですよ、インドすいません今なんかブラジルかアメリカか迷ってたんですけど、で2位がですか、2位がアメリカなんですよ。へえ、うん、サッカー人口っていうのはこの子供やっぱりそうだと思うんですけど、向こうでワールドカップが終わって90あれは何年94年か90年のワールドカップの後、はい、その頃の子供だった頃見てた人たちが、はい、もう今やっぱりこのクラブにね、はい、プロとして選手で登録してるような年頃なんですけど、はい、だいぶガツンとやっぱ上がって、はい、子供たちの登録数もめちゃめちゃ多いらしいんですよ、うん、人口がまず多いです、そうですね、まずねインドなんて そもそもそんな感じですよねそうです、人口増加率が半端ないっていう、うん、でこう結構ねアメリカのレベルはこれからも上がっていくのかなっていう部分ありますけどね、はい、メジャーリーグサッカー、うん、まあ
アメリカもねずっとワールドカップには出続けてはいますからね。アメリカも強いですよ、うん、世界ランク ね10位上ですからね、行ったり来たりしたりと、うん、日本なんて今50位くらいですね。日本はちょっともう話すのやめましょうか、うん、でもあの辺ですよね、妥当ですよね。いやただ単に他のプロスポーツが人気ありすぎるだけの話じゃないですかサッカーはそんなに人気ないけどっていう、アメフトとかね、うん、バスケットとかがね、あ陸上とか、はい、まあ、野球もそうですし、うん、結構いろいろありますね、うん、はい、まあ、今ちょっと代表のお話も、代表じゃないか、まあ、ちょっと代表選手の、ね、お話もあったので、そうだよ、先週さ、俺、はい、なんだっけ、女子サッカーの世界大会、民放でやるってよって放送したんだけど、はい、ここでね、おしゃべりしたんだけど、やってなかったな。女子サッカーは僕、BS で録画は見た。録画を見たような気がします、ね。自分もあの生放送をやるって思ってて、フジテレビ系列でやります。フジテレビって言っていいのかな、大丈夫、怒られるかな、まあ、やるって言ってたんで、たまたまその日、夜間の仕事でね、はいはい、ちょうどいい時間に帰ってきたんです。2時過ぎぐらいに今から見れるぞみたいな。見れるかなーって見たらどこでもやってなくて、やってなんだこりゃーってかで今ね、19歳以下の男子の、はい、うん、世界大会も同時、アジアか、アジアの大会が行われてましてね、で、はい、何5対、うん、4対0ですね、タジキスタンでした、うん、勝ってね、ベースト4が決まって、はい、でその回あってね、その年代のワールドユースか、はい、ワールドユースではないのかな、ワールドカップにね、ワールドユース、うんうん、大会出場することがもう決定しましたので、ね、5大会ぶりですから、ね、久しぶり、本当に良かったと思いますね、本当に楽観視できないんですよね、これこの大会出ていないとやっぱり、ね、なんていうのかな、次のねオリンピックには確実に影響してきますからね、はい、そうですね、うん、まあでも5大会出てないとはいえ、日本はオリンピックねなかった、そうですね、前園さんが出たの、うんうん、時からもアトランタがずっと出てますから、うん、逆に言えばまあ一概には言えないですけど、そうですね、うん、まあ、この悔しさをバネにってことで、ね、はいはい、オリンピック代表、ね、うん、頑張ってくれてますけど、うん、うまくタイミングが合えばこのロンドンの時みたいにね、ベスト4とか、はい、やっぱり狙える年代ではあるんですよね、やっぱりね、そうですね、ただこのブラジル、リオの年代のオリンピック代表、はい、もちろんこの19歳の時のワールドユースの出場は逃しているので、はい、そうですね、やっぱりその大会を経験しているとだいぶ ね、またね、オリンピックに入ってからね、実績ね、残せたんじゃないかっていう、もうこの経験はものすごく大きな財産になりますからね、はい、あの年代から世界で戦うっていうのはやっぱり必要な ね必要不可欠なことですのでね、その後の成長にね、うん、影響すると思いますね、本当にね、いろんなことで、うん、もうだからこそね、もうね、若い頃から海外に出ていく選手もね、ちらほら出てきてますしね、はい、そうですね、もっともっと本当に増えていかないといけない現状であると思うんだよね、そうですね、はい、うん、世界との差をね、やっぱり少しずつ、一気にっては難しいかもしれないですけど、少しずつね、はい、やっぱり差を詰めていってもらえたらなと、うん、思いますよ、はい、はい、はいはい、で、もう少しちょっとお話ししたいのがあったので、先日ね、第9回フジカップ九州社会人、これはね、オーバー35歳以下の大会がありました。で、はい、沖縄県代表島尻クラブがね出場してたんですけど、はい、九州からの8チームかな、うん、で残念ながら、予選リーグでちょっと敗退して、決勝トーナメントに行けなかったんですけど、2敗してしまってグループリーグが最下位だったのかな、で最下位同士の7位8位決定戦があったんですけど、まあ、こちらではちょっと勝って、はい、九州の7位に、うん、はい、輝いております。で、大会とかちょっと見たらさ、この島尻クラブはクラブとして県代表で出てるんですけど、はい、他の県からは福岡県選抜とか長崎県選抜とかっていうチームと、まあ、同じように試合で出てて、まあ、九州で7位、うん、そうですね、大きな結果だと思いますのでね、このなんだろうね、サッカーぐらいかな、社会人でこうやって35歳以上、シニア、他のスポーツでもあるのかな、結構盛んですよね、沖縄も含めて。そうですね、うん、はい、この辺のね、情報もいろいろお話ししていけたらなと思うので、選手ちょっと、まあ、プライベートなことなんですけど、この
35歳以上のねミドルの、はいはい、ミドルリーグ県内で行われていますミドルリーグのちょっと審判主審をねさせていただく機会があったんですけど、結構ねなかなかガチガチでやってて、うん、そうです。まだ35って若いですよ ね、うん、もう本当にねみんながっつりやってましたね。そうですね、うん、なかなか熱いなって思う、はい、うん、リーグだったので、この辺の、ね、情報もいろいろお話ししていきたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。で、やばいいろんなの喋らないといけない。ね、コメントが来てます。これは初めましてですかね、はい、ありがとうございます。これは上野さんでいいのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。鹿児島からのハイサイこんばんは。はい、どうも。ハイサイこんばんは。こんばんは。鹿児島か。あ、鹿児島危ない。あ、何があったの。 FC 琉球前節、はい、ホームでね、はい、AC 長野に対して、パルセイロか、はい、パルセイロに2対1で劇的な勝利を収めております FC 琉球の皆さん、本当におめでとうございます。ロスタイムでね、はい、PK だったかな、PK ですよね、うん、はい、で本当にホームでよかったみたいな、ね、これをね勝って FC 琉球は7位と順位を1つ上げておりますのでね、はい、ただ次節が、アウェーの、そうなんですよ上野さん、はい、鹿児島からハイサイこんばんはですけど、次節がですねアウェーで、はい、鹿児島ユナイテッドとの試合がありますのでね、ぜひ、はい、3位の相手がね、3位の、ま、強敵ですね、はい、うん、ぜひ叩いてすいませんすいません上野さん、すいませんでもハイサイが入ってるからね、うちの FC リーグの応援してくれるかもしれませんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。であと一つ、野内一郎さんからも、はい、コメントが、日本が出場を決めた、U20 のワールドカップは、来年の5月20日から6月11日まで韓国各地で行われます。はい。さすが野内一郎さん、さすが。ありがとうございます。もうね、本当に申し訳ないです。ありがとうございます。本当に素晴らしい情報だね。はい、毎回毎回。本当に申し訳ないです。AC クリアのお話もしなきゃいけなかったので、なかなかお話できずにすいません。あと一つちょっとお話ししたいのがあったので、女子サッカーなんですけど、ビクサーレ沖縄ナビータが九州女子ユースの、はい、九州大会を、はい、沖縄県代表として出場してたんですけど、うん、見事に優勝しております。ビクサーレ沖縄 FC ナビータの皆さんも本当におめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうで、これまで喋れるかな、県内のね、あ、県内出身の、J リーグ、J リーガーの情報としましては、前節からね、再開しています J1 の方はグランパス8、田口選手、はい、先発フル出場していますが、同じね降格争いをしていますジュビロ磐田に対してちょっと1対1のドローでね、はい、今年間16位の降格圏にいます。はい、入れ替え戦の位置にいますのでね、残りあと数試合ですので、うん、ぜひ頑張っていただけたらなと思います。はい、で J2 の方はね、ファジアの岡山の高峰選手が先発フル出場、はい、コンサドーレ札幌の上原選手は、フォワードとして途中出場していますのでね、で残りのちょっと選手はまた今回もちょっとお休み、はい、出場なしなのでね、また次節ありますので、うん、出場があればまたここでねいろいろお話ししていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。うん、ね、野内一郎さんからもう一つコメントが来てまして、U20 の、はい、日本代表もしかして久保君の飛び級もあるかもって、そのね、なんかそういう情報も出てましたね。そうですね、うん、まあ、実力的にはあってもいいんじゃないですか、ね、あってもいいのかなと思うんですけどね、東京オリンピックの経験のためにとか、うん、ね、俺は呼んでも全然ありだと思うんですけどね、うん、あとはまあフィジカル的な問題なので、そうですね、技術じゃなくて、うん、まあ、フィジカル的な問題でどれだけ彼が、うん、そうですね、アンダー20のカテゴリーで通用するかっていうのは、うん、まあ、未知数なので、はい、でも、うん、ね、やらしてみるのもありだよね、まあ、強化合宿に呼ぶとか、うん、ビリとか、うんうん、面白いと本当に思いますので、ね、最後までこの争いをさせるって意味では、うんうん、やっぱチーム内の競争を促すって意味でこの下から飛び級でっていうのもありかなと思いますよ、はい、うんうん、やっぱりそのおかげでっていうのも全体的にさ前向きに捉えないといけないんだけど、はい、このことは久保君が呼ばれることでね、注目度もやっぱ上がるの で、 そうです、ね、やっぱりね、うん、意識は一つも二つもやっぱ上がるはずなのでね、はい、うん、見る側もさ含めて、そうです、ね、うん、楽しみが増えるなと思いますけどね、はい、
こんな話してるうちにすいません、今週もですね残りロスタイムから1分切ってしまいました。はい、もう今週もね皆さんお聞きいただき本当にありがとうございます。で、先ほどちょっとお話ししましたけど、J3 FC 琉球 の、今次節の、ね、試合はアウェーなので、ただ、次の11月の試合がホーム最終戦になるのかな、この辺の情報もねまた、ちょっと詳しく確認してまた来週お話ししたいと思いますので皆さんよろしくお願いしますね。はいはい、この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、反乱注意のハンバーガーショップチムフガス、以上各社の提供で、そしてエシークレアヨヘナカツヤでお届けしました。はい、もう今週もヨヘナさんいろいろありがとうございます。ありがとうございます。すみませんね、今日、じゃあ時間がない、また来週。また来週。